日本中が激震した文春による松本人志の疑惑報道。松本は22日に週刊文春の発売元である文藝春秋に対し、損害賠償を求め個人で提訴したことを発表した。裁判は松本不利という見方が強まる中、その後も女性からの告発は後を絶たない。その波は芸能界全体にまで影響を及ぼし始め、問題はさらなる広範囲広がっている。そんな中、松本人志の女性上納システムを裏付けると囁かれるある証拠が出てきた。1995年に発行されたこの書籍内には、まさに文春が報道していた女性たちの証言と同じナンパ術の詳細が記されていたのだ。今回はダウンタウンのピーな話で松本が自白していた女性を後輩に上納させていたことが確信犯である証拠が出てしまった件について紹介していく。日を追うごとにその影響が広範囲に広がっていく松本人志の疑惑報道。現在とりわけ問題視されているのが、文春が報じている女性上納システムだ。後輩芸人に女性を集めさせ、同意がないにもかかわらず反強制的に関係を持っていた疑いがかけられている。これに関して松本本人はもちろん公の場で言及していないが、吉本の後輩芸人のプラスマイナスの岩橋が先日、ある先輩芸人に同じように女性を上納していたと告白し話題になっていた。徐々に報道内容が真実味を帯びていく中、ネット上では過去に出版されたある書籍内に掲載されている内容が話題となっている。18歳未満お断りの大人の話が満載との歌い文句で1995年に発売されたダウンタウンのピーな話という本だ。ダウンタウンの2人の破天荒なエピソードが掲載されているこの書籍には以下のような内容が掲載されていた。現在大阪のお笑い界で下積みをしている吉本興業の若手お笑いタレントたちに話を聞いてみると、街を歩いてる女の子をナンパできなくて芸人になんかなれますかいな。ナンパするいうのは1分前まで全く赤の他人だった女の子の心の中に食い込んでハートをがっちりとつかみ、自分の考え意見主義主張をそっくり納得させる。それができるからこそ女の子たちもついてくる。すべてをさらけ出すわけや、芸人がステージを見に来てくれるお客さんたちを喜ばせるにはお客さんの心をつかまなければならん。吉本のタレントにとって二丁目劇場近くにある恵比寿橋、別名ナンパ橋で若い女の子をナンパするのは、それこそ芸の肥やしやから、先輩の寛平さんもさんまさんもしんすけさんもこの橋の上で芸を磨く練習をしていたもんですわ。ダウンタウンのまっちゃんも浜ちゃんも同じ、ごっつーモテましたで。芸人にとってナンパをして相手を取り込む、納得させるという過程が話術のテクニックを磨く上で必要不可欠だと説く芸人の話を掲載している。大阪の NSC 時代のダウンタウンも暇さえあれば心斎橋筋で女の子たちに声をかけていたという。 NSC1 期生で抜群の人気を誇っていたというダウンタウン、日本一のお笑いタレントに上り詰めていた当時の2人のナンパ歴も同様だったという。さらに本書は、普通のタレントが大阪から東京に行く際にはナンパ行為を控えるようになるものだと説明。しかしダウンタウンは例外だとしていた。ナンパできなくて芸が上手になるはずがない。毎夜時間さえあれば渋谷や原宿に出かけナンパをしている、こう書き記し、実際に本書の取材陣はダウンタウンのナンパの実態を探るべく調査に乗り出したという。早速渋谷へ繰り出した。すると運のいいことに、まっちゃんにナンパされた経験のある女の子が網にかかった。渋谷の109の前を友達と4人で歩いてた時なんですが、突然後ろの人混みの中からまっちゃんの弟子が数人現れ、私たちに声をかけてきたんです。渋谷の109といえば、都内でも新宿の歌舞伎町と並ぶ繁華街。まっちゃんが登場すると、それこそファンに見つかり大騒ぎになってしまう。まっちゃんの後輩である山崎芳生が伝令を受け、彼女たちに声をかけたのだという。松本のこのナンパ方法はフライデーも取り上げていた。この記事も本の出版と同様1995年のものだ。今
ダウンタウンのまっちゃんがそこにいるんや、一緒に遊ばへん、すぐそこやと声をかけ、早速渋谷にあるまっちゃんの自宅マンションに向かうのだという。女性の証言をもとに本書はこのように当時の状況を記している。先に部屋に到着したまっちゃんは T シャツにトランクス1枚という格好に着替え、リビングでくつろいでいた。弟子格の芸人がコンビニで買ってきたものをみんなで食べながら、まずは自己紹介。するとまっちゃんは突然、ペアゲームをしようや、それええやろ、そこの紙切れにそれぞれ気に入った相手の名前を書こうやないか、こう言って全員に名前を書かせた。まっちゃんも自分のお気に入りの女の子を指名し、その子と二人そそくさと寝室に消えてしまった。この書籍に書かれているナンパ法やその後の流れは、まさに文春が報道した女性たちの証言と一致しており、ネットを中心に話題となっている。顔出し告発した女性の手口と全く同じで草。被害者女性たちの証言がこれを裏付けしているな。ひどい、もう完全に一緒。後輩を使って女の子を集めてゲームと称して寝室に連れ込む山崎アウト。若い頃はこれで通用したんだろうけど、 4,50 でこんな態度だときついわな。ゲームをしようと言って仲間とは事前に計画を立て、男性側の各々が打ち合わせ通りに密室へ閉じ込める、無理やり関係を持とうとする。女性は通常であれば恐怖で男性を押し返して拒否することはできない。男性が全員それを目的として要求している。女性は誰もそれを目的としていない。拒否されても執拗に要求した。完全にアウト。これ自慢話のつもりなんだろうな。これが武勇伝になる世界で生きてきたんだよな。そりゃ常識が通じませんわ。この手口に関わった芸人はどれだけいるんだ。告発者の中にこれ見てただ乗っかってるだけの女もいそうだな。いや、若い女性からしたらこんな昔の芸人の本なんて誰も読んでない。証言の前に本が出とるからな。これ読んで話作ったんだろう。話作ってないと証明できるの。立証責任は文春側にはないよ。これ読んで話作ったんだって疑うなら、疑ってる方が証明しないと。95年に出た本だね。何十年同じ手口でやってたんだよ。20代の頃にやってたのと同じ遊び方を初老になってもまだやってたんだな。気持ち悪い。ちょっと考えにくいから、むしろ古い本を元に話を作ったという線がしっくりくる。でもホテル飲みの写真にはコンビニの酒とかつまみばっかだったし、本当にずっと変わってないのかも。むしろこれを読んでから同じ証言をってさすがにアクロバット用語すぎるな。これはダウンタウンの著書じゃないね。六歳者だし。ジャッズの加害を大きく扱ったのが文春とここの出版社やね。狂言ネタつかまされて掲載したら文春も終わりだからな。大塚さんの場合、本人の証言だけでなく母親や友人にも確認して裏取り、手間がかかるから垂れ込みあってもすぐには記事にできないだろう。隠し子がたくさんいてもおかしくなさそうなレベルの話なんだが、裏付けるよりもこの話を元にしたのではってレベル。何十年も同じ手口なわけなくね。信者の擁護の覇気がなくなってきたな。松本ってこれでどうやって裁判勝つもりなんだ。女の捜索という路線でいつまで経っても証拠出ないから皆並行してる。ノリノリであんな写真出してるし、被害者ビジネス説がどんどん有力になってきてる。この会社こんなスキャンダル本ばかり出してるやばいとこ。昔から大物とか宝塚とか狙って書いてたような。じゃの加害を大きく扱ったのが文春とここの出版社やね。論点の加害の話から離れていってない。加害につながった要因がこのシステムだった場合、まずはシステムの詳細を明らかにしないとね。この本のエピソードはただのナンパ話じゃんって感想はまだわかるけど、今回の騒動がこの本から捏造した話だってのは無理ない。この山崎法政画からの下り、他の芸人が話してるの見たことあるな。強要したかの真偽はわからんけど、後輩を使って若い女を用意してもらい、不倫を山ほどするくらい欲が強いヤバいおっさんってことは事実になってまうから、復帰はむずそうやね。よく強い男イコール復帰難しいって理屈になってねえじゃん。お前の願望やんけ。スポンサーがつかんやろ。勝俣国和が吉本芸人の手癖の悪さを指摘して食い散らかしてる。東京が変になったって言ってたのはこういうこと。合意のない証拠とこ、そういう会があるってところはもはや誰も疑ってないと思うけど。
昔から手口公表してんのに、今炎上してんの意味わからなくなってきたな。ずっと我関せずだった世論が悪いだろ。95年頃なら許されたというより、当時はまだ30代前半。今話題になってるのは、還暦近い子持ち既婚者が30年前と同じ手口で娘にちょっと足した程度の年齢のほぼ素人を食い散らかそうとしてたのがキモいって話。中には不同意の女子も含まれているだろうし、いやいや、でもリアルにやられた人は名乗り出れないよ。実際未遂ならまだ証言できるけど、このやり口で食われた女ならそりゃ同じ女からもバカにするやつ出てくるわ。それはやつらと同じことを平気でできるような男の発想。一部のジャガーみたいな女の意見を例に取るなよ。いざとなったら怖くなって断れない状況は全然ありうる。居酒屋飲みの予定がホテルに急遽変更、 VIP で釣る、複数だからとりあえず安心と思わせる、後輩が促して二人きりになる、相手は業界の大物、バックは吉本、泣く泣く相手して後で後悔した女子がいても不思議ではないな。ダウンタウンはもう難しいかも。浜ちゃんの方も後輩芸人から別件の話も出てきてるし、戻ってくる場所がそもそもなくなってるかも。次々と現れる告発者の女性たち、彼女らの証言には共通点があり、さらには今から30年前の書籍にまで同様の内容が見つかってしまった。ここまで同じようなケースが出てくると、いよいよ松本の立場は危うくなる。実名顔出しの告発まで出るなど、これから裁判に挑む松本にとってはかなり苦しい状況だ。本書の掲載内容に関しては賛否両論あるものの、今後の裁判に影響をもたらすのだろうか。今後の展開に注目が集まる。